ボルフガング・ティルマンス、ボルフガング・ティルマンスは、ドイツ出身の写真家。ロンドンとベルリンを拠点に活動する。2000年にターナー賞を受賞。1968年、西ドイツのレムシャイトに生まれる。幼い頃は、天文少年で、月面や太陽の黒点、日食などを観察、撮影していた。インタビューでは、天文現象をきっかけに、 映像の世界に興味を持つようになったと語っており、後には天体を題材とした作品集も発表している。1980年代頃から、クラブなど若者文化を題材にした写真作品の制作をはじめ、雑誌、ID などで発表していた。1990年から1992年にかけては、イギリスのボーンマスプールカレッジオブアートデザインに在学。 1993年にはケルンで初の個展を開く。2000年に初めてターナー賞にノミネートされ受賞した。自身が芸であることを公言している。よくある日常の風景のスナップのような無造作な作品が見られるが、実際には照明など緻密な計算のもとに撮影されている。複数の作品を展示室内にインスタレーションのように配置させることもある。 写真集、ありがとうございます。